トータルサウンドケアシステム、リーフネヒビノン料研究所は、新潟県新潟市中央区に本社を置く企業。音響に関する研究、音楽コンテンツの制作、販売、音響製品の製造、販売を主な事業としている。作曲家、サックスプレイヤーである、日々のノ彦が、音楽療法の研究を目的として2008年12月に設立。 同研究所が制作した音源は HSTL レーベルで販売されており iPhone アプリ眠りのための処方箋は2011年9月までに全世界で28万ダウンロードを達成している長岡技術科学大学と共同研究を行っており同大学の脳機能計測の専門家中川正宏教授らの研究で日々の音量研究所が制作した音源及びそれを再生できる オーディオシステムを使って被験者に聞かせたところ、心地よさを感じたという実験結果が得られたと発表されている。2014年9月3日に、それらの研究結果を具現化したシステムリンブネを発表。湾曲版を増幅装置としたホブネ型のスピーカーに、オリジナルのハイレゾーンと再生装置、デジタルアンプを組み合わせている。発表、発売に先立ち。 一部の医療機関で同システムが試験導入されて一定の効果を上げている。クリプトンの HQM ストアクリプテで癒しの音楽とジャズを高音質に。ステレオサウンド。2014年10月2日閲覧。人気 iPhone、iPod Touch アプリ、眠りのための処方箋、第2弾がリリース。ミューズクマホンネット。e 2014年12月1日、閲覧。 カオスフラクタル情報数理工学研究室最新情報読売新聞2014年8月5日付東京長官29面。AB 小船型スピーカー林ネを試験導入上越地域医療センター病院精神安定に効果上越タイムス社2014年10月2日閲覧ありがとうございます